本日もご覧いただきまして誠にありがとうございます。本日はハスクバーナー 33R マーク2 33cc に、チャンバーを取り付けましたのでご紹介いたしておきます。以前からですねこの 33R はすごく気になっていたんですが、ようやく購入して何か、面白いことはないかなと思いながらチャンバーを取り付けてみようと思いまして、本日、チャンバーを取り付けて、今日からまたゆっくりと、じわじわと慣らし運転をしていこうかなと思っております。奥さんにですねバレないようにこっそり買ったんですけども、運送屋さんがですね、参ったことに元気な声で荷物の届けに参りました、即バレてしまいまして大目玉を食らいました。大目玉を食らった勢いでチャンバーをつけてしまったんですけども、また明日はまたこのチャンバーを見て何を考えているのと言われそうで、ハラハラでありながらドキドキでありながらもう半分は焼けそうですね。皆様も何か、奥様に内緒で購入する場合は営業所止めで購入してくださいね。大変なことになりますよ。では皆様も、夫婦喧嘩が起こらないように、毎日ハラハラドキドキしながらお過ごしください。しばし、ハスクバーナーのチャンバーのサウンドを楽しんでください。本日もご覧いただきまして誠にありがとうございました。次回もよろしくお願い申し上げます。